和夫選手。2位から登場しましたのはゼッケン80、東隆選手28歳、4段であります。 1m72cm、 83kg。 1回戦、2回戦、3回戦、そして4回戦とも判定。一方のゼッケン88は中村勝夫4段であります。4段同士の対戦、高段者の対戦になってきました。 1m68cm、 64kg。 1回戦一本勝ち、2回戦は判定、3回戦は相手の反則によって、そして先ほどの4回戦では判定が勝っております。このあたりもよく前ですね、戦っている選手なんでしょうね。そうですね、今の東選手の前の取りが非常にうまいですよ、はい。こういう少しの前の取り方で、ね、もう決まりますからね、このぐらいになっていると、はい。なかなか頑張っている中村、中村選手頑張ってます、軽量ですけどね、はい、非常に東83kg、中村64kg、中盤の引き合い、非常に精悍な顔をこちらに見せました東であります。後ろからの回し蹴りは失敗、中村結局前が近いですからね、体がちょっと押される。上蹴りを一発二発、さあ取った右です。右の蹴りを見せました。白い旗が 1,2,3,4、 福神が 1,2,3,4 本上がりました。技ありを取りました。大山最高さん、さあ続行という声、一発二発やはりそうですね、止まることないです ね、 そうですね、ダメージを与えました。左の足に右の蹴りを加えていきます。東隆四段、どちらも四段でありますが、蹴りが重いんですけどね。なるほど、体重を一点にかけて、山本選手非常に動きもいいし前蹴りもいいんですけど、はい、いかんせん軽量っていうかね、はい、それがどうしても出ちゃいますね。そうですね、先ほどの技ありもなんかそんな感じで取られてしまったという感じもありますね。前蹴りを見せました中村、頭を負けておりません。この辺になりますと全然全くと言っていいほど掴むことはありません。わけに入りました。大山最高師範であります。準々決勝の第3試合、非常にいい試合が続いていきます。冷静ですね。そうですね、向こう側は東、こちら側が背中を向けておりますのが今の後ろ指から、後ろ指が回し蹴りにくいんですけどね、はい、右手の後ろ指が前の大きな回し蹴り、中村が時々その前蹴りをまっすぐ出しておくと、この辺はどうなんでしょうか。これはね、はい、乗り切ったところに当てるっていうのね、この前蹴りは相手の動きを止めるっていうんですよね。はは、相手にダメージを与える蹴りの場合はダメージだ、はい、さあ中段の付き合い、いい剣が一発一発、しかし東も負けておりません。そのパンチの重さ、素晴らしい試合を展開しております。さあここで時間になりました。技ありがありますので、試合でした、はい、東の判定勝ちは動かないところだと思いますが、中村を検討いたしました。身長で4センチ、そして体重では19キロの差があります。19キロ、はい、はい、例をもちまして順当に東が準々決勝を勝ち残りました。